トランクルームなどストレージ事業を手掛ける企業の団体日本セルフストレージ協会が主催する全国収納写真コンテストの結果がこれから発表されます。第2回全国収納写真コンテストの結果発表いたします。メジャー化するために裾野を広げていこうということで、利用者はどんな利用の仕方をされているのかというのを写真でいただいてコンテストにしようじゃないかということで、一企画として始まったのがこの収納写真コンテストという形になります。前回が850件の応募の中から入選準グランプリグランプリを選ばせていただきました。今回はですね、前回を上回る 1.5 倍の1309件という多くの応募をいただいて今回の選考をさせていただきました。非常に強い業界に成長していくためのきっかけとなるこの写真コンテストになればというふうに思っております。それでは準グランプリ2作品の発表に入っていきたいと思います。準グランプリ1つ目は福岡県糸島市から応募されたエントリーナンバー658番ハックルさん様のこちらの作品でございます。それではハックルさんから、メッセージとそれから現地の、映像を、入手してきましたのでご覧いただきたいと思います。自分で言うのはなんですけど、ちょっと収納に自信があって、まあ、それについての本も出したりしてたもんですから、僕以外の人にもこの本棚見てほしいなっていうのがあって応募しました。こだわりはもうその、まあ、一番はその収納力を最大限上げるっていうことですかね。それでちょっとフレキシビリティの高いその可動棚の本棚をまあなるべく据えてですね、本を最大限に物理的に最大限に入るように工夫したこととですね、この本棚は通販で買ったんですけど、このシャッターのしまう場所の上ギリギリのそのあれを測ってですね、もうずっと探してこの幅に合うやつを探したんですよ。僕はその DIY できたらもっといいんでしょうけど、 DIY できなかったんでここに合うやつをずっと探してきて、ここが隙間だったんですけど、これをちょうど見つけたって買ってきてやったんです。あとはやっぱり取り出しやすいっていうことにもこだわりましたね。ちょっとあの仕事の関係でその資料としてですね、必要になった時に取り出さなきゃいけないんですけど、その時にまあ検索性だとか取り出しやすいとか、まあ、逆にしまいやすいとかですね、そういうのが大事なんで、やっぱりこの真ん中の通路を確保しつつ、まあ、狭いんですけどその量がいっぱいいっぱいまで本を詰めるっていう、まあ、それをこだわりました。今後のプランは、僕のこの本入ってる本のルールは基本的にはその入手困難な本しか入ってないんですよね。電子書籍でまた売ってない本っていうのがありまして、電子書籍が入手できればですね、この本はなるべく減らして、本当はもっと入れたい本がたくさんあるんで、まあ、そこら辺のだから可変性っていうんですかね、入れ替え制度みたいなものは頻繁にやっていきたいと。ただそれでももう十分満杯になってきたんで、まあ、もう一つ増やすかどうかみたいなところもちょっと検討してます。はい。準グランプリ2つ目受賞されましたのは神奈川県に住む吹奏楽団シェールウィンドシンフォニー様のこちらの作品でございます。この楽器それから楽譜などのこの収納の作品でございます。一般の吹奏楽団体として使っています倉庫になりまして、まあ、そこ の主にはですね、まあ、楽譜ですとか打楽器、まあ、大型の楽器をですねしまう倉庫として使っていまして、練習の際にはですね毎回出し入れをしてこの楽器の管理も行うというようなことで、まあ、管理のしやすさですとか、あとまあしまいやすさですね、まあ、そういったところを重視して、まあ、こういったこうレイアウトにしながら、毎回使っているというような倉庫になります。まあ、我々団体の資産である楽器を扱ってますので、楽器をちゃんと管理できる要は倒れて壊れないとかですね、まあ、そういったところはまず気にしていまして、まあ、こういった棚とかも転倒防止をしながらですね、まあ、地震の際も今まで一回も倒れたことも楽器が崩れたこともなくですね、まあ、そういったこう強度的なものは気にしています。それとあと出入りの際ですね、楽器を運搬する際にも人の出入りがものすごくあります。なのでそういったところの出入りした際の通路の確保と、あと楽器がちゃんとこう管理されてしまえるかのところで、動線のところは気にしてレイアウトをした倉庫になります。
のコンテナ型のストレージというのはですね、やっぱりかなり使い勝手がいいなというふうな実感しています。まあ、今後もですね、段として特にこういったこう資産を管理しながら、もう順調にですね、活動の幅を広げていければいいなというふうに思っております。今年のグランプリを発表させていただきます。今年のグランプリは千葉のリフォーム事業者様のこちらの作品でございます。エントリーナンバー205番、エブリー様。リフォーム関係の仕事をしておりまして、長いパイプや細かいものなどたくさんあるんですけども、それを好きなように収納できるように自分の好きな寸法レイアウトで、棚を創作したことが認められて受賞できたことが非常に嬉しく思います。8割ぐらいビジネスのもので、あと日用品とか災害用品とかも置かせてもらってます。特にはパイプのジョイントさせるための部材を、細かいので、そっちは奥に、でかいものは手前に置くようにしています。基本コンテナを透明のものを使ってますので、在庫とかもすぐ把握できるようにしています。上のものはできる限り重たいものは載せないように気をつけています。一応既製品の棚は、使わないようにして、自分のやりたいものを創作したんですけども、やっぱ天井、壁、床にビスとかは打てないので、全部突っ張ってやることによって逆に耐震性も強くなったと思っております。照明は充電式の工具のライトがいっぱい持ってますので、それをいつも使って夜は出し入れさせてもらってますね。今後は、使っていく中で欲しいところがあれば当然また増作したり、いらないところは撤去したりとか考えております。仕事をしやすいように全部整理整頓もしやすく棚を作れたと思ってますので、これからもきれいに使っていきたいと思います。グランプリ受賞のエブリー様、おめでとうございました。皆様、拍手をお願いいたします。ストレージ事業の課題と展望をお願いします。はい、何といっても今ストレージ事業はいろいろな規制の中で運営をしております。ここのエリアには置いてはいけない、置いていい、これは建築基準法上の規制です。建物と認定されますと、この物件は登記ができるのかどうか、税金はどうやって支払えばいいのか、そんなものがですね、やはり多くの規制によってこのビジネスの自由性を奪っているということがありますので、この規制の緩和、ビジネスの再構築ということに関しては、これから課題としてですね、改善していかなくてはいけない問題なんだと思います。スペースを貸しているだけではなくて、利用の促進ということで、例えば最近のヒット商品ではバイクをしまうものだとか、あと趣味に特化した作業場が下にあり、上は展示ブースにしたりとか、趣味に特化したものですとか、さまざまなタイプのストレージが派生的に出てきております。これはより多くの方々に使っていただこうという業界内でのから商品開発されたものなんですけども、これからいろんなものがですね、さらに出てくると予測されますので、ぜひそういったことも利用するきっかけにしていただければなというふうに思っております。こちらにコンテストの最終選考作品が展示されています。すごいですね。どの作品も限られた空間をさまざまな工夫で使いやすく美しく収納しています。もう感心してしまいますね。まだまだ日本では海外に比べるとトランクルーム自体の数が少ないということなんですが、私もクローゼットから溢れてしまった洋服や、いつか使おうと思って取っている食器など、安心して預けられるトランクルーム探してみようと思います。